NGC4833 は、ニコラルイド・ラカイウが1751年から1752年に南アフリカを訪れる旅の途中に発見し、1755年に製氷に収録された球状星団である。その後、ジェームズ・ダンロップやジョン・ハーシェルによって詳しく観測された。この球状星団は、は、エザの最南端の方角に、 地球から約2万1200光年の位置にあり、部分的に銀河面のゴミの領域に隠されている。ゴミによる生還石化を考慮すると、球状星団 M5 や m 9により、古くおよそ150億歳程度であると推定される。ディスタンス、シンイコール42リリー、ラジアスハット ABCDE、シンバド、アストロノミカルデータベース。 リザルツ 4NGC48332012 年5月4日、閲覧。セズデータベース。リザルツ 4NGC48332012 年2月8日、閲覧。メルボルンウェトールアストロノミカルジャーナルボリューム120、イシュー6 c c d フォータマトリオブザグラビューラー。クラスター NGC4833 アンドエクスティンクションディアザ・ギャラクティック・プレーン2012年2月8日、閲覧。ありがとうございます。